で、悪い男っていうのはその男性と付き合っていて、あなたが常に不安になったりとか泣いたりとか悲しんだりとか、要はね、女をくすませるような恋ですよね。皆様こんにちは、しきつかなです。今回の動画はこれです。こんな男と出会ったら絶対に見逃すな、話すな、絶対付き合うべきいい男の見抜き方10選。恋愛と悪い恋愛とあると思うんですけれども、まあ、いい恋愛っていうのは自分がハッピーになること、その男性とお付き合いをしていて自分の人生がどんどん豊かになったりとか、一緒にいて幸福感を感じたりとか安心感を感じたりとか、将来に対して前向きにドキドキワクワクしているような、そういう恋愛がいい恋愛だとして、で悪い男っていうのはその男性と付き合っていて、あなたが常に不安になったりとか泣いたりとか悲しんだりとか、要はね、女をくすませるような恋ですよね。なんか付き合ってるのに片思いをしているような、常に心配とかね、まあ、そういう恋愛っていうのもね、皆さんしたくないでしょうね、なるべく、中には嫌だ嫌だって言って少ない人もいますけれども、本来したくないと思うんですよね。これ大事なことは、そもそもそういう男性と付き合わないと決めること、そういう男性がどういう男性なのか、そしてね、あなたが幸せになるためにこういう男性と付き合った方がいいですよっていうことをお伝えしていきますので、ぜひ最後まで見ててください。一つ目は、家族を愛している男性です。で、家族を愛するっていうことはやはりね、愛情ベースで育っていたりとか、家族のことを愛していなかったら、例えばデートをしている時に今の自分の環境現状は家族のせいだ、生まれ育った家が悪いとかっていう形で、まあ、否定をするんですよね。要は多責的な生き方をしているんですよね。自分の現状は自分の手で作っていくものなのに、親が悪い、育った環境が悪いってなっているので、これは良くない考え方だなって私は思います。まあ、将来的にあなたがその結婚願望があるのであれば、その彼と家族を築くっていうことじゃないですか。彼がまあネガティブなことがあったとした時に、家族のせいだとかお前が悪いみたいに言われたら嫌じゃないですか。そもそものベースってやはりその家族だと思うんですよね。家族のことを愛している、嫌いなところはあってもいいと思うんですよ、人間だから。お互い本当にこう、まあ、愛情ベースで生きていたとしても、なんかここは言えば、まあ、ここは直してほしいなとかっていうところが、まあ、あると思うんだけれども、そこに対してネガティブな意見だけを発するのではなくて、純粋に愛情ベースがあるっていうところですね。将来的に結婚を考えているのであれば、家族の悪口を言わない男性がおすすめです。次に2つ目は、気分にムラがない男性です。気分にムラがある人ってそもそも私好きじゃない男も女も気分にムラがあるって感情のコントロールができないと思っているんですよね。例えば運転したら性格が変わるような人とか、例えば仕事でむしゃくしゃしていたら誰かに当たったりとか、一緒にいて疲れませんか。常にね、こういう波があったとしても自分で自分のことをセルフケアできて八つ当たりをしない、気分にムラがない男性をおすすめします。やっぱりハッピーに過ごしたいじゃないですか。で、一緒にいたらその人の波動も移るじゃないですか。いちいち気分にムラがあってこちらも気にするの嫌じゃない。私は常に安定してる人が好きです。次に3つ目はですね、彼女のペースを大切にする男性です。男性がその女性に対してベタ惚れをしていた場合、女性の願いを叶えてあげたいっていう、そういった本能を持っています。だからね、多少の犠牲を喜んでするって感じ、困っていたら助けてあげたいってなるんですよね。本当にその女性のことを愛していたら時間がなくても会いに行ったりとかする。つまり彼女のペースを大切にしている。例えば体の関係を持つっていう時に対しても自分ペースじゃなくて彼女のペースを大切にするとかね、一緒に歩いていて彼女のペースを大切にしてゆっくり歩いてくれるとかね、まあ、そのような形でその女性に対しての愛が、本気度が高ければ高いほど、その男性は彼女のことを大切にするがゆえに彼女のペースを優先します。ですので、私のペースを大切にしてくれているなと思った男性は大切にした方がいいなと思います。次に4つ目
4つ目は安心感を与えてくれる男性です。過去の動画でも刺激よりも安心感を感じる男性を選びましょうってお話をしているんですけれども、やはりその恋愛の醍醐味ってワクワクとかドキドキとか刺激とかも確かにあるんですけれども、例えばね、ドキドキが日常だったら常にジェットコースターでしょ。常にジェットコースター乗ったら容赦ないんですが、だから私はね、温泉もねずっと入ってると戻しちゃうから、なんかこう足湯くらいの、たまに刺激があるくらいの、あなたにとって安心感を感じさせてくれてる男性と出会ったら、それは居心地のいいっていう、証明にもなっているので、もう絶対ね話さない方がいいと思います。なんかこう駆け引きとかもねしてこない、心配にも不安にもさせないし、嘘とかもついたりしない。例えばその女の子が悲しいことがあったら笑わかせてくれたりとか、安心させてくれるような言葉を投げかけてくれたりとか、そういった男性がいいです。はい、次に5つ目。5つ目は仕事に一生懸命であり、かつその仕事を好きであることです。そもそもね、仕事をしていない男性は選ばない方がいいですね。よほどのニート好きな変わった人じゃない限りは、まあ、仕事の対価交換がお金じゃないですが、将来的に結婚を考えているのであれば、お金なくして生活って成り立たないので、仕事に一生懸命であるっていうことはもう必須です。好きなことをねしていないと継続することも厳しいし、好きなことをしていても仕事で嫌なことって普通にあるんですよね。ただ仕事が好きであったら、その嫌なことも平気で頑張れたりとか努力でなんとかできるものなんですよね。つまり継続することができるんですよ。お金より愛だっていう意見もあるかなと思うんですけれども、実際お金がないと愛がだんだん消えていくと思います。もちろん愛もめっちゃ大切だし、でもお金もめっちゃ大切、うん、よく言われるのが、恋愛ホルモンって3年経ったら消えるって言われていて、そもそも家にね働かない男がいたら女は愛情冷めますよ。ですので仕事に一生懸命であること、ただ一つ目でお伝えをした家族を大切にしている男性っていうところは外さない方がいいなと思います。家族も大切にしているけれども、その仕事が好きで仕事を一生懸命頑張っている男性仕事が好きで一生懸命で頑張っていたら、やはりそこはお金が入ってきます。今の男性の収入がなんか少ないとかいろいろありますが、あなたが上げ回りになればその男性の収入も上げることができるので、それは過去の動画をちょっとここでお伝えしますので、ぜひ過去の動画を見ててください。次に6つ目。6つ目は頼りになる男性です。やっぱり女の子って泣きたい時もあるし、困った時は男性に力になってほしいですよね。どうしたらいいって聞いても俺わかんないとか、なんか決定的決断が下せないようなちょっと優柔不断な男性っていうのは、そもそも仕事をする時にもどうなんて私は思います。とかできません。だって人生って選択と決断の連続じゃない。そんなリーダーシップも取れない男性が社会をリードできるかと思うのでだから頼りになるっていうところは、ここは大事かなと思いますね。あなたが困った時になんか話を聞いてくれなかったりとか、なんかそれは俺が知らないみたいな投げやり的な態度で見せられたら、それはちょっと考えものですよね。これからも困ったことがあるのに、何私の相談にも乗ってくれないなんてとか思わずに、ここはなんか冷たい人だなって思ってください。今これ動画撮ってるんですけど、レオンもずっと話聞いてるの、人間の言葉が分かる3歳児の男の子なので、レオンは超いい男になってると思う私が育てますので。例えばデートでお店選びとかでも、どうするどうするああするっていう男性よりかは、どこどこ行きたいんだったらどこ行こうとか、じゃあ次こうしようとか、まあ、自分の意見を言ってくれる男性がいいかなと思うし、ただ押し付けすぎないこと、あなたのペースを大切にしつつ自分の意見を出して彼女の願いを叶えてくれる男性っていうのがおすすめです。女の子は与えられて受け取って、どんどんその幸せをね増幅していった方がいいですよね。次に7つ目。7つ目はお金の無駄遣いをしない男性です。お金の無駄遣いは、まあ、男女とも嫌ですよね。将来的にずっと一緒にいるっていうことは、まあ、金銭的な価値観が合わないと厳しいかなと思います。無駄遣い、賭け事のようなギャンブルとか、例えば女遊びとか、例
例えばどうでもいいようなことにお金を使ったりとか、なんか肝心のところにお金使わないけどどうでもいいところにお金使ってるんですよ。投資もできないでストレスで浪費ばっかりしてるような男性、例えばパチンコ行ったりとかスロープ行ったりとか、もうそういった男性は考え物ですね。なんかスペックが高くてもお金の無駄遣いがおかすぎるっていうことは、まあ、お金の神様に愛されにくいかなと思ってます。まあ、お金の無駄遣いはしないけれども、彼女に対して、彼女が喜ぶから何かプレゼント買ってきたよとか、例えばお花のプレゼントとか、例えば彼女が好きな食べ物をプレゼントしてくれるとか、もちろん彼女が欲しいものを買ってくれるとか、あなたのためにお金を使ってくれる男性っていうのはそれは浪費じゃないですね。喜ばせるためなので、そういったことは受け取りましょう。ただ無駄遣いですね、例えばポテトチップスをバカ食いするとかは、私は体にそれは良くないものだと思うし、浪費だと思っています。と、なんかキャバクラとかそういったところも個人的には自分の好きな男性には行ってほしくないので、それは浪費の部類に入ります。これはね、なんか仕事の付き合いとかっていう人もいますけれども、仕事の付き合いであったとしても私は好きじゃないので、それは浪費に入るかな。はい、次に8つ目、8つ目は一緒にいて楽しい男性。一緒にいて楽しいってもうそもそも絶対外せない、譲れない条件だと思うんですよね。好きだけれども一緒にいてつまらないとか、好きだけれども一緒にいていつも落ち込むとか、好きだけれどもいつも喧嘩になっていつも泣くとか、好きだけれどもいつも不安ばっかりみたいな、こういう恋愛はブーですよね。一緒にいていつもハッピーで、彼といる時の自分が一番好きだと思えるような人、この人がいたら絶対外しちゃいけない。いつもどれだけ自分が笑っているのか、そして彼が自分に対してハッピーな言葉、彼女が喜ぶような言葉をいっぱい言ってくれるような男性を選んだ方がいいです。例えばまるまるちゃんは本当にいつも笑っていて可愛いねとか、まるまるちゃんはこういうところが素晴らしいねとか、まるまるちゃんいつもありがとうとか、まあ、そのようなあなたが喜ぶような純粋な天国言葉、ハッピーな言葉を言ってくれる人。逆にお前って料理下手だよねとか、お前って愛想ないよなとか、なんでそんなことしかできないのとか、何言ってんのみたいなモラハラ的な人を下げ積むような言葉を言ってる男性とは離れた方がいいかなと思う。だって純粋に嫌じゃない、私は嫌だから、今日も可愛いねとか、今日の髪の毛いいねとか、あ、新しい服買ったらその服似合ってるねとか、この純粋に言葉にして伝えてくれる人ですね。あなたが一緒にいていっぱい笑って楽しい、心が喜んでいる人と付き合ってください。思考で恋愛をしないこと、思考で彼とは何年付き合ったから、彼のスペックがいいから、なんか彼との付き合いはもう友達に言ったし親にも言ったしとか、もうそういうことはいらない。心がハッピーかどうかを基準にして選んでください。次に9つ目、人によって態度を変えない男性です。人によって態度を変える人っていうのは、多分店員さんに対して横柄な態度を取ったりとか、自分にとって何の得にもない人に対してなんか暴言吐いたりとか偉そうにしたりとか忖度するような人は、私はその女性との縁が切れた時に結構シビアな態度を取られるかなと思います。人としてどうなのかなっていうところですね。人によって態度を変える人ってちょっとこうモラハラ的な傾向もあるかなと思うんですよ。モラハラ的な男性って彼女に対しては偉そうとかじゃないですか。これも人によって態度を変えてますよね。なので、まあ、人によって態度を変える人っていうのは個人的に好きじゃないので NG ですね。はい、次に10個目、元カノの悪口を言わない人です。悪口じゃなくてネタだったらいいんだけれども、いつまでもまだ気持ちがあるのかどうなのか分かんないじゃないですか。俺はあんだけあいつにしてあげたのに元カノがあーずらこうずら、元カノの話をしてこない人です。女の人ってやっぱ焼いちゃうし、なんか不安になったりとか、なんかそういう思い出があったんだと思ったりもするので、元カノに対して必要になんかこう悪く言ってるっていうことは、もしあなたが浮かれたとしたら、あなたの悪口もその彼が誰かに言う可能性もあるってことですので、なんか面白おかしくネタとかでこういうことがあったんだぐらいだったら全然それは笑えるんですけれども、なんかめちゃめちゃ感情こもってるとか、なん
かこう、まあ、愛情と憎しみの表裏一体というように、存在によるってことはまだ好きなのかなってこう女性ってね疑ったりもしますので、なのでなんかネタじゃなくて、いや結構気持ち入ってんなっていう人に関しては個人的にはあんまりおすすめはしません。ということで、10選お伝えをさせていただきました。やっぱり女の子がいい恋愛する上でいい男を選ぶかどうかでもう半分決まると言っても過言ではありません。後ろが少ない男性をあなたの力で頑張って飲まそうとするよりも、そこそこあの最低のその7割8割くらいはクリアした上で手をかけてあげた方が、まあこちらの労力もそんなにいらないじゃないですか。だからね、今先ほどお話をしたところがね、当てはまるってところが多い人であれば、ちょっと見切っていただいて他の男性も視野に入れた方がいいかなと思いますし、そしてこういった男性が身近にいるのであれば、その男性を大切にした方がいいかなと思います。ではまとめます。こんな男と出会ったら絶対に逃すな、あなたがハッピーになる付き合うべき男の見分け方10選。1つ目、家族を愛する男性。2つ目、気分にムラがない。3つ目、彼女のペースを大切にしてくれる。4つ目、安心感を与えてくれる。5つ目、仕事に一生懸命かつその仕事を好きである。6つ目、頼りになる。7つ目、お金の無駄遣いをしない。8つ目、一緒にいて楽しい。9つ目、人によって態度を変えない。10個目、元カノの悪口を感情を込めて言わないでした。では皆さん本当にね、あの素敵な男性と、出会って、こういった男性がいたらね、大切にして愛を育んでいきましょう。レオン出番よ、レオンカモン。はい、では最後まで見てくださり本当にありがとうございます。この動画を見てよかったなと思ってくれた方は高評価とコメントをぜひよろしくお願いします。これからも自分のことを大好きになってデテクティブな男性から愛される方法をお伝えしていきますので、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではまたね。レオンくんはいい男ですか？めちゃめちゃいい男です。レオンくんはお眠です。あ、レオンくん、エルミーちゃんよ、エルミーちゃんバイバーイ。